西武リブリライオンズ2連敗のみ、キノコの山川ピクミン誕生、打線が悪い、今シーズン N 回目。このカードは増田のさやね。ベテランしかホームラン打ってないじゃん。マキノンも源田もボールだと思うけど、それ以前にチャンスで1本で出ればよかった話。骨と牙と相手のミスでしか点取れてないじゃないか。今日の先発の時点でほぼ負け前提だっただけに、昨日のさよなら負けが痛すぎるわ。今日ハゲンダがしなしなだったな。まあ今日はブルペンデーやったし、しゃーない勝つなら昨日やった。昨日の増田と打線が惜しいわね。昼間がペルドも増田から打ってるのもいいけど、なかなかタイムリーが出らんな。骨牙のホームランしか点が入りそうにない。まあボールやけど、あれはカットせんとあかんね。西武の選手は審判を信頼しすぎや。あれこれ考えず、チャンスとは相手がピンチくらいの気持ちでいけ。昼間が右投手を打ててよかったです。あとツーベースも出てよかったです。今日の試合展開なら最低でも6点は取れてないとおかしいと思うんやけど、八百長してんのか。今日ネタにされまくってた中日打線よりもヤバいのが西武打線というね。チーム総得点も12球団で、打線300点超えてない。自分さえ打てればいいと思ってる選手が多すぎる。フォア、ザ、チームの精神を忘れるな。とにかく得点圏で1本出ないのは何なんだろうな。ご視聴ありがとうございました。